まだまだ50の元男子絵描きのココです。皆さんこんにちは、こんばんは。もうずいぶん前になるんですけれども、あなたはどんな人が嫌いですか？あなたの嫌いな人を教えてくださいということをショート動画でお伝えしました。そこに素晴らしいコメントをたくさんいただいたので、そのコメントをご紹介していきたいと思います。抜粋紹介にはなるんですけれども、もう絶対長くなると思ったので音声のみにいたしました。なので画面はココアートチャンネルの今までの動画、そしてファーストチャンネルのメイキングなど内容に関係のない動画が流れます。一部コメントが画面に出ることもあるんですけれども、基本的には聞き流しで大丈夫です。ですのでよろしければ最後までご覧くださいというかお聞きください。この動画最後まで見てからで結構ですので、最後まで見ていただいて少しでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ココアートチャンネル、本当に皆さんたくさんのコメントをいただきました。今でもねちょっとコメント届いてる感じなんですけれども、この収録までにいただいたコメントを抜粋紹介ということになります。なるべく一つでも多くねご紹介していきたいんですけれども、スタッフに抜粋してもらったものをご紹介していきたいと思います。まずはこちらのコメント、某演歌歌手のさんとさんの息子さんさんのように、俺に嫌われたら芸能界で孤独になるよ的な、人を支配したい人は最低だと思いますと、いきなりすごいなんか暴露のような。某演歌歌手のさんって誰なんでしょうか、ちょっと全然思い当たらないんですけども、人をね支配するっていうのはちょっとどうなんでしょうか。この芸能界に限らず、なんか自分に嫌われたらもうここに参加できないよとか、もういわゆるマウントですよね。もうこういう人っていうのは人間的に終わってると思います。芸能界ということでね、素晴らしい才能がどれだけあっても、どれだけ評価をされていても、人として自分に嫌われたらもうここにはいられないよっていうような感じの人っていうのは、もうどの業界にもいるんですけれども、もうどんなに仕事ができてもその人はダメです。いつか崩壊すると思います。そしてそういう人ってあからさまに自分に嫌われたらそこにいれないよっていう風なのはもうみんなわかってるのに、それを助けようともしないんですよね。周りの人があの人に嫌われたらもうここにはいれないよっていうような感じで、周りを使って自分をなんか持ち上げるみたいな、こうなんかもう本当に何とも言えない陰湿さがあるので、もう皆さんの周りにこういう人がいたらすぐに距離を置いてください。初っ端からすごいコメントだったんですけれども、次のコメントいきたいと思います。いちいちリア充自慢や人によって態度が変わる人は嫌いです。本人は無意識だと思われますということなんですけれども、まあね、人によってコロコロ態度が変わる人っていうのはやっぱり信頼に値しないので、私もどうかなと思うんですけれども、リア充っていうのは自分が充実してますよということにもなるんですよね。この辺の自慢っていうのはちょっとね、いろいろ難しい面もあるんですけれども、私はなんか人の幸せな話とか充実してる話っていうのは好きな方なので、またこれ言うとね、いい人ぶってって思われるかもしれないんですけれども、これってその人の人間関係にもよると思いますよね。あからさまにこうマウントを取るような自慢をしてるっていうのはどうかななんて思うんですけれども。それから次のコメントは、こんばんは。自分がお世話になっていたり気に入らない人の陰口や悪口を言って笑ってる人ですね。去年はそんな人が何人かいるところで過ごさねばならない期間があり、嫌な思いをしました。今は離れられましたが、非常識なことを平然とやり、注意をしても全く耳を持たず最悪でした。長文失礼しましたということなんですけれども、お世話になってる人のことを陰で悪口言うなんてもう最低ですよね。それをね、聞かなければならないところで去年過ごされたっていうことなんですけれども、それを聞いて喜ぶ人も多分ね、いたから、その人そうやって言ったと思うんですけれども、それを不愉快に感じてストレスに感じてたっていうことは、あなた自身がすごい正常な感覚を持ってるっていうことなので、その人と同じような価値観じゃないっていうので、自分を褒めてあげてもいいんじゃないのかななんて思うんですけれども、そういう人っていうのはね、なかなか人っていうのは人から言われて変わらないので、もう注意をするだけストレスなので、そっと離れた方がいいですよね。それから次のコメントは、男に媚びを売る人、これ系の質問めちゃくちゃ多かったんですけど、男性の前だけ豹変する女性っていうのも確かに私知ってるんですけれども、男性の中にも自分が性的対象じゃなかったら急に冷たくなる男性っているじゃないですか。見た目がタイプじゃないとか、
おばさんだからみたいな感じでのけものにするような人っているんですけれども、もうそういう人人間として最低ですよね。私も昔何かの食事会で、まだ私がね若い頃の話なんですけれども、すごくなんかすごく優しい男の方がいたんですよ。もう手取り足取りしてくれるような、これ次何飲む何食べるみたいな感じで、ああすごい優しい方だなと思ってたら、ある女性の方がすごくちょっと太ってらっしゃる方で、その人に対してはすごく冷たかったんですね。だからどうなのかなと思ってたら、その太った方が、あなたこの人に優しくしてるけど、この人元男よっていうふうに私のことをバラしてしまったんですね。そしたらその人すごく豹変して、え男だったのみたいな。だから自分のこう性的にこう魅力があると思ってた人が、あなんだ元男性だったらそれにもう当てはまらないじゃんということで、もうあからさまに態度が変わった人がいたんですけれども、だからその男性っていうのは太ってる人とか年齢がね上の人とか、もう40過ぎてたらおばさんだからっていうような感じで言ってたりとか、元男性だったら自分の性的対象に値しないからっていうことで急にね態度が変わったっていうような、異性に媚びを売るっていう人もどうかなと思うんですけれども、性的対象じゃないから急に態度を変えるっていうのはどうかななんて思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。そして次のコメントは、いじめるやばいやつ、人をバカにした意味で面白いと言ったり、陰口や噂話が好きなやつ、人が触れられたくないことを触れるやつ、損得感情で人と付き合うやつ、私の職場にはこれ全部に当てはまる人がいますって、たくさん書いてくれてると思ったら、これ全部に当てはまる人と出会ったことがあるっていうのは、あなたはある意味人生で財産だったと思います。こんな最低な人にね出会ったことがあるっていうことは、人を見る目ができるっていうことじゃないですか。なかなかいないですよ、これ全部に当てはまる人。いじめるなんてもってのほかですし、人をバカにしてその人の悪口を言うっていうのはちょっとね、私いじめられた経験もありますし、私が元男性っていうことでそれをネタに笑い物にして、そのこう飲みの席の餌にするみたいな、そういう人と会った経験があるので最低だなと思うんですけれども、そして人が触れられたくないっていうのはある程度わかりますよね。そういうことを察するっていうこともしないで、ずけずけとね土足で踏み上がるような人もいますもんね。あと損得感情で物事をね、自分の得しか考えられない人も私苦手です。だから私このコメント主さんとすごく気が合うのかななんて思うんですけれども、これ全部に当てはまる人がもし職場にいたら、私の身近にいたら、もう私突っ込むと思うな、これきっと。皆さんはどうでしょうか。これ全部に当てはまる人に会ったっていう人がいたら、ぜひコメント残してください。そして次のコメントが、自分が世界一可愛いと思って自分が何でも一番と思ってる人、職場にいるんですということです。ある意味おめでたいですよね。ある意味究極の、自己肯定っていうか、自分が世界一可愛いと思えたら幸せだなと思うんですけれども、そして自分が何でも一番と思えて、まあ、それでね誰かに迷惑かけてなかったらすごく平和だなと思うんですけれども、それで誰かにマウント取ったりとか誰かに迷惑かけてたらダメですよね。そして次のコメントも先ほどのコメントに似てるんですけれども、人によってあからさまに態度を変える人、レベルが低くて同じ土俵に立っていけないと思いつつ大嫌いです。ですっていうのはこう舌を TH になってるから舌を噛むのかしら。ですっていうこのコメントが面白い、最後の大嫌いですじゃなくて大嫌いです。これ音声でどこまで伝わるんでしょうか。大嫌いです。はい、皆さん言ってみて。リピートアフターミー。大嫌いです。これかこれでいく？なんか嫌いな人に会ったら、あなたのこと大嫌いですじゃなくて、あなたのこと大嫌いです。面白い、これ最高。先ほど異性の話も出たんですけれども、異性同性に関係なく、人によって自分の利害とかによって、性的対象になるかとかね、いろいろあると思うんですけれども、自分の利害によって人によって態度を変えるっていうのは最低だと思います。それから次のコメントは、バレる嘘を平気でつく人います。もう息をするように嘘をつく人もいます。そしてバレバレなんですよね、そういう人の嘘っていうのはね。本人はバレてないと思ってるんでしょうね。愚かですね。そして次のコメントは、裏切り者は本当に嫌い、二度と信用しませんと千夏さんからいただいたコメントなんですけれども、裏切られた経験があるの？ね、心に傷持ってらっしゃるのかしら。大丈夫？もう二度と信用しなくていいです、その人は。 T
っていうかね、こういう経験を経るとちょっとね人間不信みたいになりますよね。私も一時期なりました。でもきっとねそんな人ばかりじゃないので、こう疑うっていうまでいかなくても人と出会って信用するまでにワンクッションっていうか、いろいろちゃんと見てから、この動画の本性を見抜く方法の動画でもいろいろねコメントあったように、いろいろ見てメールとかの文章の内容、電話をかけて電話で話す内容とか、たくさんの人の場でどう対応してるかとか、人によって態度を変えてないとか、そういうことを見てから判断してもいいかなって思います。この二度と信用しませんっていうのは、多分二度と傷つきたくありませんっていう心の叫びだと思いました。そして次のコメントは、職場の方なのですが、その日その日で気分がコロコロ変わる人、前日はニコニコ笑顔で話しかけてきたと思ったら次の日は無視、自分の仲の良い人がいたら強気、いなかったら話しかけてくる、そんな人がいます。あと荒探しをしてきて指摘してきますということなんですけれども、気分がねコロコロ変わるっていうのは障害のこととか、こうホルモンのバランスもあると思うんですけれども、この最後の荒探しをしてきて指摘するっていうふうに書いてると思うので、この方はきっと性格がねどこか歪んだ人なのかなと思うんですけれども、こういう人困りますよね。今日はねちょっと対応策まで言ってたらちょっと時間がなくなるので、こういう人にはこういう対応したらいいよっていうような助言とかアドバイスもよかったら皆さんコメント残してください。画面にはコメントもねアップしてるので、コメント主さんに直接〇〇さんへこういうことはこうしてくださいねっていうようなねお答えでもいいので、よかったらコメント残してください。次のコメントは、自己中心的、強引で一方的、人の話を聞かない、相手の気持ちを考えない、自分が一番上から目線、比較して伝えてきたり、相手のことを見下す、独裁的で反論したら激怒する人、もうこれもう明らかなるプーチンさんのような人ってね、明らかなるね。でもこういう考えの人が大統領とかになるとああなるのかななんても思うんですけれども、こういう人は大変ですよね。こういう人が上司とかだったらもうまさしくもうこの会社辞めたいと思いますよね。そして次のコメントは、自分の発言、態度、行動を客観的に見れずに周りへ気遣いができない人、口を開けば文句、愚痴、悪口を言う割にいざとなったら一人で何もできない人、自分のことを棚に上げて人のことを言う人、めんどくさいことや嫌なことから逃げる人、周りを取り巻く人ということです。もう愚痴もねたまには聞いてあげようかなと思うけど、もう口を開けば愚痴ばっかりみたいな人いますもんね。もうそういう人苦手です、私も。はい、私も人間だから愚痴を言いたいこともあります、もちろんあるんですけれども、共通のね、例えば私の場合だったらアンチからコメント来て、それに対して愚痴溜まってると、そのアンチに対してはうちのスタッフもちょっと思うところがあって、共通の敵に対してはいいと思うんですよ。私もこう思うって気持ちを切り替えるためにねいいと思うんですけれども、全然関係のない人に会社の愚痴を言ってもその人のストレスにもなったりするので、それを考えられないっていうのはちょっとどうかなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。それでは次のコメント、これを言ったら相手が傷つくなという想像ができないし、それに気づいてもいない人、啓発本などや動画で嫌いな人の特徴などを見たとしても自分はできてると思い込んでスルーしてしまう人そうなんですよね。都合のいい人っていうのは自分は当てはまってないと。私がいろいろね数々動画を出してるんですけれども、私の動画を見てたらこういう発言にはならないのになっていうような感想をコメントしてくる人がいるんですね。例えばこういう人は信頼に値しないですよっていうことで、そういうことはね自分は当てはまらないと思い込んで私ね平気で絵のアドバイスをしてきたりとか、自分はさもこう正論をかざしているように思うんですけれども、私は絵描きで自分が表現したいものを自分の信念を持って表現しているのに、それに簡単に評価を下したりとかアドバイスをする人がいるんですね。これはこんな風に書いてくださいとか、特に私は困惑した表情とか怒りとかを表現する場合があるんですけれども、それを簡単にどうして世の中を否定してるんですかとか、簡単にこう決めつけて、もっとこういう風な作品にしてくださいっていう風な感じで、もう決めつけて自分の正論を押し付けてくる人がいるんですけれども、本当に私の動画の視聴者様なのかなって、そういうことを感じることがあるんですけれども、まさしくこのコメントの自分には関係ないとか
自分にはできているっていうふうに思い込んでスルーして平気で失礼なコメントをする人っていうのがやっぱり一定数いるんだなということは、私もこの YouTube をして学びになりました、気づきました。そして次のコメントは、私の嫌いな人は自分のバッグには偉い人がついてるとか言ってるチンピラみたいなやつです。だから何って思います。いますね、どの業界にもいると思います。私の業界で言ったら、私はね、大きな画廊の知り合いだから、あなたなんて消すのは簡単なのよとか、また逆に自分がギャラリーを経営してるから、動画の内容が気に入らないから、あなたなんて潰すのは簡単なんですけど、こういう人と知り合いなんですけどみたいな感じで。あと私の知り合いで芸能界にデビューした人がいるんですけれども、二世タレントの方にすごくいじめられたって言って相談を受けたことがあるんですね。自分の親は元からこの芸能界にいてすごく影響力あると、だから親に頼んだらお前なんて簡単に潰せるんだみたいな、あとはもう法律違反だけれども反社とつながりあるからどうのこうのって、自分の力では何にもできないから何かをちらつかせて人を脅すみたいな、もうこういう人最低なので、もし皆さんの周りにこういう人がいたらすぐ離れてください。それから次のコメントは、上司だからといって圧をかけてくる方、年下でもできていると思ってバカにする人、立ち居振る舞いが気に入らねえと音声配信者ブロックしたりバカにした発言する人、この音声配信者はココさんではない。ありがとうございます。ココさんも使ってるアプリです。どれだろう。僕も誹謗中傷したくないので個人を特定するコメントしませんということなんですけれども、何か配信者さんと何かあった感じでしょうか。次のコメントは、その場にいない人の恋愛関係が絡むプライベートをネタとして披露してしまう人、ひどいと思います。アウティングですよね。人に許可なくね、人のことを暴露するのは最低ですよね。次のコメントは、仕事を真面目にしない人、楽な方に流される人、人を妬んだり嫉妬したりする人。このコメントものすごく深いなと思ったんですけど、人を妬んだり嫉妬したりする人が上の2つだと思うんですよ。自分が真面目にコツコツと継続ができなくて、何か自分の希望が叶わない、そして楽な方にばっかり流されて自分は何の努力もしないんですね。そういう人っていうのは、輝いている人とか満たされている人の表面だけ見てるんですよ。自分より満たされてる、自分より輝いてる、だから妬んだり嫉妬したりするんですよ。だからこのコメントにはものすごい私共感したし、ものすごい深いなと思ったんです。この3行に込められた深さすごいなと思ったんですよ。だから全部つながってるんですよね。ちゃんと自分では何も努力しないで真面目に取り組まない、そして楽な方に流されて努力しなくて何の継続もしなくて自分では何にもしないのに願いが叶わない、願いが叶わない。例えば私たちのような性別の方だったら、私がこんなに嫌な思いしてるのも、もう周りの人が幸せだからだみたいな、あなた何の努力もしてなくて女性に見られてるんでしょっていう風な感じで、私もよく嫉妬されるんですけれども、私も私なりに頑張りました、努力しました、それをあなた頑張ってないんでしょって勝手に決めつけるっていうのはどうかなと思うんですよ。人の裏側なんてわからないじゃないですか。その人がどれだけ頑張ったかとか、どれだけ泣いてきたかってわからないじゃない。だからそれを知ろうともしないで表面だけさらっと見て、この人何の努力もしないのに自分が叶えられない夢を叶えて本当にムカつくっていう感じで、私も数々こう嫉妬メールとか殺害予告とかすごく届くんですけれども、なんでそうなるのかなって。人を羨む暇があったらやらないといけないことってあるでしょって。羨んでるっていうことは暇人なんですよ。暇だから人を嫉妬するんですよ。その暇があったら自分も継続したりとかコツコツ頑張ってるとか地道に頑張るべきだと思うのに、それをできないから嫉妬してるっていうことに気づいていただきたいっていう感じでね、ちょっとね熱くなったんですけれども、私この方のコメントにすごくなんか救われた思いもあるし、すごく考えさせられました。もう有意義で素敵なコメントありがとうございます。こういうこと言うとね、私のコメントはどうなんですかってまた お叱りメールがね届きそうなんですけれども、もうコメント書いてくださった方も全てに感謝です。本当にもうありがとうございます。次のコメントは、人の噂話と悪口しか言わない人。この手のコメントめちゃくちゃ多いですけれども、次のコメントは、うぬぼれた優しさで人の心を支配しようとしてくる人ですって書いてるんですけども、これも深いなと思って、
本当の優しさじゃなくて、まさしく偽善ですよね。人に優しくしてる自分に酔いしれてるみたいな、そういう人いますよね。そしてそれによって支配するなんてどうかなと思うんですけれども。そして次のコメントは、自分がよく知らない知識、間違った知識をたくさんの人に拡散する人、嘘ややらせを平気でする人と書いてるんですけれども、もうこの SNS 社会、嘘とかフェイクニュースだらけになってきます。なのでもうこれからの時代は、見る側がどうやって選択していくかということが重要になってきますよね。将来的にはそういうアプリなんかも私開発されるんじゃないかなと思うんですよ。どういう情報をどういうふうに選んでいくか、都合のいい情報ばかりを選んでたら、このコロナのこともそうだし、ウクライナのこともそうですけれども、自分が見たい情報、得たい情報を自分で選べるから偏るっていうのもあるじゃないですか。なので私もやっぱりね、情報を発信する側なので、このコメントはすごく身に染みたんですね。私は自分に効果があったこととか、自分が良かったなと思うことを発信するようにしてて、なのでいろいろ質問を受けるんですけれども、答えられないことも多いんですよね。間違ったことを発信するぐらいだったら言わない方がいいと思ってるくらいなので。でもたまにね、私が効果があってそれを配信して、それをやったけども私には効果なかったって文句を言われることがあるんですよ。でもそれも困ったもんですよね。そして次のコメントが、仕事の対応が違う事務員、男性には異様に肉食でブリブリと肉食でブリブリと世話して、女性には知らんぷり、見るからに男好き勘違い女と書いてるんですけれども、男が好きなのは別にね大丈夫だと思うんですよ。私も大好きなので、はい、目の保養はね大好きです。やっぱり郷ひろみさんとかウエンツくんとか早見もこみちくんとか、もう見てるだけでね、こう癒されるっていうのもあると思うんですけれども。そしてこのブリブリっていうの、若い方わからないというので、説明しますと、ブリッコっていうことですよね。私たちの場合ブリッコの上を行く人のことをブリブリって言ったんですけれども、昔聖子ちゃんもブリッコブリッコって嫌われてたんですけれども、私ブリッコは別に悪いと思わないんですけれども、多分この方が何に憤慨してるかというと、人によって態度を変える人だと思うんですよ。だからこの方が肉食たっぷりで男の人にブリブリしてたとしても、女の人にもちゃんと優しくしてたら多分こうはならないと思うんですけれども、男の人にはこれ何々くん、これこうなんですけれども、これこうなって、これがブリブリかどうか、ちょっと今ブリブリを、今ブリブリをやろうと思ったんですけれども、私のブリブリはただ単にちょっと志村けんさんが入ったと思うんですけれども、ちょっと今やれって言われてもわからないんですけれども、多分男の人に何々くん、何々、ちょっとこれブリッコどうやったらいいんですか。ブリッコはどうやったらブリブリになるの。ブリッコができないのでちょっとわからないんですけれども、もうね、なんとなくわかるじゃないですか皆さん。だから男女関係なく、やっぱりこう人によって態度を変えるっていうのはどうかなと思います。そして次のコメントは、本人には言えない陰口、悪口言ってるやつ、本人には言えないということは陰口ということですね。これね、陰口ということもね、悪口もちょっとあれですけれども、陰口最低ですね。もう陰口言うくらいだったら本人に言えばいいのにね。本当に卑怯な卑劣な人だと思います。本当にこんなにコメントいただけると思わなかったので、なかなかコメントが鳴り止まなかったので、なかなか動画にできなかったんですけれども、本当にたくさんのコメントありがとうございます。次のコメントは、自分が一番正しいと思っていて、自分が中心にならないと機嫌が悪くなって、気に入らなかったら徹底的に遠回しに嫌がらせをしてくる人、どうしても苦手な人が一人いて、こちらのチャンネルで幸せになってくださいと願うことを教えていただき、言い続けて割とすぐに気にならない存在になりました。よかった。うん、これが正しい使い方ですよね。嫌いな人を消す方法、こういうことなんですよ。やっぱり願うことで気にならなくなる。もう気にならなくなったら嫌いな人じゃなくなるわけじゃないですかね。え、でも自分が中心になってね、自分がね機嫌が悪くなったら排除するとしていますよね。そういう人いるよね。次のコメントは、人間の顔をした悪魔マニピュレーターのことかしら。これは、ね、マニピュレーターの動画でじっくり語ってるので、ぜひそちらをご覧ください。この短いコメントではどんな方かわからないので、もしもよかったらどういう方なのかっていうことをちょっと詳しく書いていただけたら、動画のネタになるかもしれないので、どういうことをされたのか、よかったらでいいので具体的に書いていただけたら、みんなも私も喜びます。次のコメントは、これも先ほどもねあったんですけれども、陰口を言いまくる人、
すべて自分の話題にすり替える人分かります。これね、私自身もね気をつけてるんですよ。私もおしゃべり大好きなので、自分の話に持っていってるつもりはないけれども、あ、そうそう、あるあるっていう感じでこう割り込むことがね昔あったので、聞ける自分に、ね、なろうっていうふうにね私も思ってるので、喋りすぎる方とかおしゃべり大好きな方は気をつけた方がいいですよね。次のコメントは、マウントを取る人、お金にだらしない人、浮気は男の解消だと思ってる人、見て見ぬふりする人、もうこれ大賛成です。私もここに当てはまる人大嫌い、マウント取る人嫌い、お金にだらしない人ダメ、浮気は男の解消って昭和のね悪いところじゃないですか。変えていきたいところじゃないですか。昔私の個展に来た方で、芸能事務所の社長さんでこういう人いました。自分の事務所に所属しているタレントがすごく女の人にだらしないんですね。なんていうのかな、芸能人の外に漏れないアテンドをする人がいるんですって。そういう女の人をあてがう人、枕営業を陰でする人がいて、それを平気でね公然とやってる社長さんがいて、それどうなんですかって私突っ込んだことがあるんですけど、その社長さんが女遊びもね芸の肥やしだからって、未だにそういうこと言うんだなと思って、私もそういう人はもう本当に苦手です。そして次のコメントは、自己中の気分屋で自分の思い通りにならなかったらすぐにイライラして人のことを見下して小バカにする彼、彼氏がそうなの？人の悪口ばっかり言ってる人ですよね。なんか自分の思い通りにならなかった空気を変える人って最低だと思います。イライラをぶつけるんじゃなくて、もう自分の意に沿わなかったら急にこうバーを凍らす人いるじゃないですか。ねえ、もうそういう人本当に困ります。抜粋コメントですけどね、できるだけ読んでいきたいので、次のコメントが、コウブンさんの動画で人間の本性が見えるようになりました、やっぱりアーティスト目線はすごいですと、あの嫌いな人を募集してるんですけれども、あの感想をいただきました。ありがとうございます。次のコメントは、コウブンさんのチャンネルのアンチが嫌いです。私も嫌いです。嫌なら見なきゃいいのに、わざわざ嫌なコメントするやつ最低って書いてくれてます。ありがとうございます。私を代弁してくれてるんですか、これ。私のことを代弁してくださってるんでしょうか。 YouTube ってチャンネルどんどんね、いろんなチャンネルがあるので、嫌な思いしてまで見ることないですよ。なので私の動画もそうなんですけれども、嫌な動画に当たったらもうコメントする前に立ち去ってください。その方がみんな平和です。言ってあげた方がこの人のためなんだわって思うこともあると思うんですけれども、もう見ず知らずの方に言っていただかなくても、ちゃんとそういうアドバイザーちゃんとみんな持ってるので、あのちゃんと心のあるファンの方が本当に目に余ったらちゃんと言ってくれて、耳の痛いこと言ってくれる人がちゃんとした人にはちゃんといるので、アンチが通りがかりでいちいちわざわざ言うことじゃねえよ、はっきり言って。そしてこれは動画の感想ですね。最初のジュリアナと最後の顔最高、スタッフさんに完全に遊ばれてますよということなんですけれども、最近サムネとか、はい、なんか動画急に静止画で止められてな、お辞儀して上がった時ってだいたい変な顔じゃないですか人って。その変なところをわざわざ止めるうちのスタッフ。次のコメントは、自分が正しいと思ってる勘違いやつということです。そして次が、勝手にライバル視してくる人嫌い、私も嫌い、なんか勝手に最近ライバル視されるんですけど、こちらとらお前なんてアウトオブ眼中やと、眼中に入ってないということですね。そして次のコメントが、ソシオパスな先輩、人から悩み事や悪口を聞き出して味方の素振りをして裏でその人を売る人、地獄へ落ちなさいということです。落ちますよ、こういう人っていうのはね。いい人のふりをして近づいてきて、その人に相談を乗るふりをして、その人を陥れる、いますよね、こんな人。皆さんの周りにはこういう人いないでしょうか。次のコメントが、せっかく私のやった仕事を目の前でやり直してくるおつぼね、まあ嫌味な感じのおつぼねがいるんですね。そして次のコメントが、言い方悪いかもしれませんが、幼稚な人、非常識な人、自分が正しいと思い込んで引かない人、極めつけはお金のためなら人を人とも思っていなくていいと思ってる人、これ一人の人に全て当てはまったことがありました。サイコパス、いやもうサイコパスでもあるし、もう人として最低ですね、こういう人。やっぱり成熟してないんでしょうね。でも犯罪者に多いですよね、お金のためなら何でもする人ね。もう二度とその人に近づかないでくださいね、多分この人犯罪者になりますよ、とんでもない犯罪を犯すと思います。お金のためならね、もうちょっと怖い、鳥肌立ちました。次のコメントは、人を羨む人が苦手です。
例えば持って生まれたものに嫉妬する人もいるじゃないですか。すごいもうアイドルみたいに可愛い人を捕まえて、なんかすごく上げ足を引っ張ったり、それってやっぱり自分もどんどん見にくくなるのでやめた方がいいです。やっぱり持って生まれたものっていうのは人それぞれあると思うんですけれども、人を妬んだり人に嫌なことをしていくとどん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 ブスになります、本当に。次のコメントは、単純に嫌いだと思う人は不潔な人ですね、やむを得ずの方以外ということなんですけれども、確かに不潔な人はね、人が離れていきますよね。次のコメントは、自分に甘く人には厳しいやつ、人を見て態度を変えるやつで、リーダー&上司にごまをするやつが一番大嫌いです。本当に真面目にやってることがバカらしくなるって思うけど大人の対応してます、ココさんアドバイスくださいということなんですけれども、わかりました。これちょっと深い内容なので、これからもこれに関する動画いろいろ出していきたいと思います。でもあなたが真面目にやってることがバカらしくなっていい加減にしてしまったら、あなたの価値自体も落ちるので、そんなバカな人のためにあなたの真面目さとかコツコツ頑張ることっていうのをやめないでください。理不尽だな、バカバカしくなるなって思うけれども、この大人の対応できてるあなたっていうのは素晴らしいので、そのままでいてください。人によってね、コロコロ態度を変えたりとか、上司とかにごまを吸って自分が得する人だけにいい顔する人っていうのは必ずと言っていいほど何か嫌なことが起こるので、あなたが何もしなくてもその人は地獄に落ちますので、その人が地獄に落ちた時に、自業自得だよ、因果応報だよって言ってあげてください。次のコメントは、人をバカにした物言いをする人、意地を張って謝れない人、いつも臨戦態勢の人、優しくなれない人、これちょっとヴィンテージ世代の私たちにありがちな、耳の痛いけれども、これもうヴィンテージ世代全員心に刻まないといけないことじゃないでしょうか。年を取るとね、いろいろね、こう得るものが多いじゃないですか、いろいろ見てきて。だから自分が一番正しい、もう私は何でも知ってると勝手に思い込んで、若い人をバカにしたりとか、自分よりものを知らない人をバカにしたりとか、丁寧に教えてあげたらいいのに、人をバカにするなんて最低です。そして意地を張って謝れないっていうのもね、ありますよね。私たち世代、耳の痛いことなかなか聞けないとか、意固地になって頑固になって、人の意見聞きたくないって、意地を張って謝れないって、自分が一番正しいと思ってるような人いますよね。そしていつも臨戦態勢の人いる。こういう方ってね、意外とね、普段無言なんですよ。そして相手が何かね、しでかさないかを待ってるんです。そして相手が何かした時にここぞとばかりに登場して相手を叩くような人なんですよ。普段おとなしいんです。そして最後につながるんです。優しくなれないんです。結局こういう人、人に優しくないんです。上辺の優しさ持ってるんですよ。上辺では、大丈夫ですか、あなたに寄り添いますよ、それ偽善だって気がついてないんですよ。上辺で優しくすることなんて本当にできるんですよ。このコメントも深いなって思いました。そして次のコメントが、人の痛みがわからない人、人の悪口陰口を言う人、人を妬む嫉妬する人、かっこ姑みたいな人、私の嫌がることをしてくる、言っても相手はやめない、マウントを取ってきたり名誉毀損発言する人、浮気不倫する人、ココさん鍵かっこ人鍵かっこ閉じるって打ったら、こんなのが出てきました。あはははは、と絵文字を書いてくださってます。人って言ったらこんな絵文字出てくるんですか、面白い。かなりお姑さんにね、悩まれてるような感じなんですけれども、その分あなたの魂がすごく成長してると思います。人の陰口言ったりね、痛みが分からない人っていうのは永遠に幼いままですよね、成長できないまま。でもそれにこうぶち当たったあなたは逆に成長できてると思います。きっと自分に自信がないんでしょうね。だって自分に自信があったらマウントなんて取らないもんね。え、そして頭が悪いんでしょうね。頭がいい人って名誉毀損発言とか誹謗中傷とかしないもん。だからすごい暴言吐く人とか名誉毀損発言する人っていうのは結局頭がね、お悪いでございますよね。そして次が、何も考えずに思ったことをすぐ言う毒はね、お姉さんがこういう人なんですか、人が傷つくことをわざと言うの、ひどい、無神経な毒はね、もうお姉さんによっぽど何かあるみたいですね。 LINE で返事をすると隙を与えないほど畳みかけて文章を送ってくる毒はね、すごいお姉さんですね。なので既読する前によく削除することが多々ある、もっと落ち着いて行動してほしいということなんですけれども、あのね、私これちょっとわかります。うちの弟がこの感じだったので、私の場合はですよ、
私の場合は弟ともう切りました。もうすごいので、だからあなたももし切れるんだったら LINE ブロックっていうか切ってもいいんじゃないでしょうか。ダメでしょうか。次のコメントが、悪びることなく息を吐くように嘘をつき虚言癖がある人。病気ですね。息を吐くようにこんなこと言う人。私も何人か経験があって本当に振り回された経験があるんですけれども、そういう人っていうのは 1% ちょっとね真実が入ってて、あとが全部嘘っていうことがあって、ついつい騙されてしまうんですよね。ちょっとしたことで嘘をつくっていう人、ここに書いてるように息を吐くように嘘をつく人ってやっぱりいるので、この人ちょっと嘘つきだなと思ったら早めに関係を断つことをお勧めします。次のコメントが、子供から父親を奪う、母親を奪う人、好きになったんだからと理性を失う人。これ不倫ですか。好きになったんだからって言ってもさ、自分勝手すぎるよね。不倫する人って、結局不倫する人とかさ、浮気する人ってね、傷つく人のことを考えてないんですよ。理性を失ってるんじゃないの、人間を失ってるんです。ただの動物になってるの。大嫌いです、こういう人。私も浮気されたことあるんですけれども、なんかね、結局私のせいにされましたけれども、お前が元からの女性だったら俺は女に走ってないとかね、じゃあなんで私と付き合ったんですかって聞きたいんですけれども、今すぐだい、本当にもうね、傷ついた経験ある人だったらこれ大いに共感して、全然こう不倫のこと書いてないので勝手に妄想してしまいました、すみません。ここはアートチャンネル。次のコメントいきたいと思います。人のせいにする人、ダメですね。何でも人のせいにする人は、何でもね、起きたことはね、自分もちゃんと見ないと、何でもかんでも人のせいにしてる場合じゃないですよって言いたいですよね。次のコメントは、自分のことを棚に上げ、人のことをかけてこそこそ言う男、裏表がある怖い女性。これね、怖いんですけど、人間は裏表はあるんですよ。ただこの裏表ってこのコメントにね、たくさんあるんですけれども、裏と表が悪い意味で違う人の場合あるじゃないですか。人間誰でも裏表ありますよ。私もあります。表でこんなにいっぱい喋ってても裏ではだらーってしてることもあるし、でもここで言う裏表っていうのは、いい人ぶってて裏で悪い人だからダメだと思うんですけれども、人間にはね、必ず裏と表があるので、その裏がどこまで許容できる悪さなのか、どこまで許容できるだらしなさなのか、やっぱりこう結婚するとか一緒に住むとかあるじゃないですか、深く付き合うとか仕事を一緒にするとか、そうなった時に人には裏表は必ずあるんだって私は見てるんですよ。絶対にあるんだと。世の中表裏じゃないですか。違うところに裏があるんじゃないんですよ。その人の中に裏と表があるんですよ。でも私も数々騙されて思うのは、裏が黒い人っていうのは表にうっすら透けてます。だから真っ白な顔をしてるけれども、よく見たらうっすらグレーです。だからしっかり目を見て、特に年を取ったらそうなんですけれども、人間ね、顔に出るんですよ。もう行動に出るんです。歩き方に出るんですよ。だからしっかり見極めてください。自分と深くこれから関わろうと思う可能性がある人っていうのは、しっかり見ると何かしら出てます。はい、一見して分からなくてもちゃんと観察すれば分かるので、もしこれが分からないっていう人は、いろんな人間観察してみて、もうテレビに映る人とか、いろいろ観察してみて、表に出ているものだけでもいいから観察してみて、人を観察するっていうことは人の表裏を見極めることにもなるので、ぜひ面倒だけどもやってみてください。面倒なことの中に発見と気づきが隠されております。そして次のコメントは、私の嫌いな人は男性の前だと途端に露出になり、わざと職場でも誘惑する女性です。うなずくときに、あーあーが多い女性です。人の話を全く聞かないで自分の話が多い人、役に立てればいいのですが、役に立ちました。でもすごい分かりやすいですね、この人。男性の前で露出になって、あーあーこう色っぽく、こうあれかな、返事するっていう人かな。分かりやすいっていうか、多分ね、これでなびく男の人っていうのは、男の人もそれなりですので、はい、これになびく男の人はどうぞなびいてくださいと思ってください。はい、ちゃんとした男の人っていうのはこういうことにはなびきません。はい、いるじゃないですか、男の人の中にも、食事会の中で、何歳
40、あ、もう論外みたいな感じで、40過ぎた女の人とか太ってる人にあからさまに雑にして、若くて可愛らしい女の子だけこうチヤホヤする男の人もいるじゃないですか。だから男も女もこういう人っていうのも、そういう人同士でどうぞって思うんですけれども、ちゃんと知的な人とかちゃんとした人っていうのは表面だけでは見ないので、安心してください。こういう露出をして、ああっていう風な感じの人には、あが好きな、露出が好きな、このあのごめんなさい、言葉を選ばずに言うと、クレームが来るのを恐れずに言うと、頭の悪い男の人が、頭の悪い人は頭の悪い人同士になってくるので大丈夫です、はい。でも日本の男性、相対的にまだまだこう男尊女卑の流れがあるのか、賢いというか物知りというか勉強家というか努力家というか、そういう女の人よりは何も知らない人の方が可愛いって見る男の人も中にはやっぱりいるんですよ。でもそういう人はね、頭の良い女の人も相手にしないので大丈夫だと思います。そして次のコメントは、平気で嘘をつく、え、私そんなこと言ってないもん、俺そんなこと言ってねえし、とか、人前で悲劇のヒロイン、ヒーローぶる人も嫌です、言ってることとやってることが全然違うし、みたいな人、いやいや、思いっきり言ってたし、とにかく何か嫌味を言わなきゃ気が済まない人も嫌いです。ココさん、書ききれないですといただきました。ありがとうございます。この方もいろいろ人生経験してこられたんですね。いますよね、平気で嘘つく人ね。なんでそんな嘘つくのっていうような人。でも次第にそういう人っていうのはちゃんとした人が離れていって、残るのはそれなりの人になるので、放置して離れましょう。嫌味な人っていうのは、嫌味なこと言わないと気が済まないという人もいますよね。もうそれ別に言わなくていいのにっていうことをわざわざ言うよね。いちいち人が気にしてることをね。私の場合だったら気にしてるっていうのに、こう男っぽいところを探していちいち書き込んでくる人がいるんですけれども、もうそれも嫌味だよって言いたいんですけれども、それいかがなもんでしょうかね。あと悲劇のヒロインも嫌ですよね。かまってほしいんでしょうね。こんなかわいそうな私大丈夫ですかみたいな。どんなこともね、自分でね、やめようと思ったらやめられるのに、やめないっていうのはそこに甘えてるんですよ。悲劇のヒロインでいる自分が心地がいいんですよ。だから一生そのままですね、自分でどこかでやめようと思わないと。そしてこういう人っていうのは、自分では何の努力もしないで人を羨んで、勝手に人に近づいてきて、勝手に羨んで、勝手に人を嫌いになって、勝手に叩く人なんですよ。もう私も動画をしててね、数々こういう人の被害にも遭ってるんですけれども、何かの動画でココさんに共感しましたって、応援しますっていう感じでファンになってくれてありがたいなと思うんですけれども、そして自分の意に沿わない動画とか、自分に意に沿わないコメントを私が動画で発信したことで、もう一気に冷めてしまって、冷めるだけでは気が済まずに、もう攻撃に入るんですよね。さっきまで好きだったのに急に嫌いになって、嫌いになったらあなたに裏切られたって言って、毎日メールしてくる人もいるんですね。責任取れみたいな感じでずっと突っ込んでくるんですけれども、そういう人の心理っていうのもどうなのかななんて思うんですけれども、こうやって見てたら共通点ありますよね。これ統計学的に見ても立派な資料になるんじゃないですか。次のコメントにもあるんですけれども、人によって態度を変えるとか、もう今までたくさん出てきたじゃないですか。こういう人って嫌われるっていうか信頼できないと思います。人によって態度を変える人、特に女性と男性の前で、全く違う女とか男性の前ではかなりブリブリブリっ子、これさっきもありましたね。いい歳してアヒル口とか見るに見かねますということでアヒル口ってどんな口？アヒル口ってどんな口？まあ年は関係ないけど、アヒル口ってどんな口？アヒル口ってどんな口なんだろう。あと不倫を正当化、これダメ、不倫正当化したら絶対ダメです。あと嘘つき、アヒル口しちゃう人にこれ多いです。これはどうかわからないですけど、アヒル口する人に嘘つく人多いんですか？なんか腹黒くて計算づくで、目の当たりにするとじんましん出そうなくらい嫌ですと。だからこの方はきっとアヒル口する人に不倫されたりとか嘘つかれたんでしょうね、きっとね。次のコメントは、弱ぶる人、怖い怖いってお前やろって相手にすると厄介と書いてます
怖い、いやー怖い、無理、怖い、本当は全然ね、本当に怖かったらいいんだけどね、いやー怖い怖い、いやー怖いって言ってね、本当は怖くないでしょって人いますもんね。うちのスタッフは2人ともゴキブリが本当にダメなんですよ。もううちね、業者を呼んで退治したほどなんですけれども、引っ越してきた当初ゴキブリを見かけたことがあるんですね。そして私は素手では無理ですけれども、全然怖くない方なんですよ、田舎育ちなので。なのでビニール手袋をしてパコッと掴んでくるっと裏返してポイッとゴミ箱に捨てられるタイプなんですよ。もちろん殺します。はい、生かしてはおかないんですけれども、私平気なんですよ。そして私が知ってる友達も、私よりもゴキブリ平気な友達がいたんですよ。その人が人の前ではすごい怖がってました。無理なんだけど、これ無理なんだけど、どうしたらいい、誰か、もう誰かって言ったんですけれども、大丈夫だったよねって思いながら、でもね、人の前で別に暴露することでもないし、ここでは怖い自分でいたいのかな、目当てな人がいたのかなと思ったので、私が退治したことがあるんですけれども、誰もいなくなってから、あなたゴキブリ大丈夫だったでしょって、なんで怖がったのって、今日だけ怖くなったんだけどって、そんなことあります？今日だけ怖くなるってあるの？と思うんですけれども、いかがでしょうか。次のコメントいきたいと思います。たくさん書いてくれております。たくさんありがとうございます。1、感情的になり恫喝を平気でする人。2、平気で嘘をつく人。3、他人のふんどしで相撲を取るような卑劣な人。4、お金で人の幸せを決める人。5、心の病んでる人を毛嫌いする人。1、4、5は私のうつ状態の悪化原因となった元トラップ。しばらく吹っ切れないと思います。早く心からかわいそうな人と思いたい。うつ病っていうのはね、誰がなってもおかしくないのに、うつ病の人を毛嫌いしたりする人っていうのは、多分自分だけはうつ病にならないっていう風に勝手にどこかで思ってるんでしょうね。そういう人、将来とんでもないことになればいいのにと思いますよね。本当にそんな病気の人のことをさ、毛嫌いするなんてね。だからうつ病のことをね、一括りでくくってるんですよ、そういう人っていうのは。私の知り合いにもたくさんうつ病の人います。軽度の人も重度の人もたくさんいるんですけれども、うつ病って一言に言っても病気名があって、その人の持ってる性格もまたあるんですよ。うつ病の人でもすごく落ち込みやすくて、すごくうつになっちゃうけれども、人にすごく寄り添える方とか優しい方とか、すごく心の綺麗な人もいるんですけれども、うつ病うつ病じゃないに関係なく、心が汚くて人に攻撃的になったりとか、人のものを勝手に盗んだりっていう人もいるんですよ。なのでこのうつ病だけに限らずね、人種のことでも LGBT のことでも、なんか一括りにしてそれを全部を嫌いとかさ、一括りにしてなんか差別するっていう人いるじゃないですか。もう自分が差別されればいいのにと思う。自分が差別された経験がないからわからないんですよ、そういう人っていうのは。一括りにするっていうのはね、もう一番卑劣な、一番最低な人だと思います。そして次のコメントが、人様が自分に向けてくれる善意を当たり前と思い、甘つさえ文句を言える方は心がどんよりしちゃいます。そしてそんな風になってしまった時の自分が一番嫌いです、ということで、自分を嫌いにならないでください。どんよりしたね、心の自分が嫌だなと思ってると思うんですけれども、ということはあなたが善意で何かをねしたっていう風な感じだと思うんですけれども、あなたが善意でしたことをさも当たり前のようにね捉えて、ありがたみっていうか感謝の気持ちのない人っていますよね。あなたはね、多分ね、誰に対しても優しい人だと思うんですけれども、嫌な人には嫌な人になっていいよ、じゃないとあなたが都合のいい人になるので。私も昔ね、人には優しくしないといけない、人には優しくしないといけないっておばから言われて育ったので、人には優しくしようと思ってたんですけれども、ある時利用されたことがあるんですよ。ちょっとした優しさだったらいいですよ。例えば席を譲るとか、見ず知らずの人に何か手を差し伸べるとか、そういうのは全然いいんですけれども、それよりも深くなる善意をしたいなと思った時っていうのは、あなたは自分のことを前提に考えてください。自分が傷つかないかどうかを考えてください。結局あなたがやった善意っていうのは、結局自己嫌悪に終わる
まってるじゃないですか。そんな時の自分が一番嫌いって、これって一番心の健康に良くないと思うんですね。自分のことを嫌いだなんて思える瞬間っていうのは人生でできるだけ減らしていきたいじゃないですか。なので反省する必要も全然ないと思います。あなたは間違ってないので、間違ってるのは相手なので、あなたの善意を当たり前と思って感謝の気持ちがない人だから、これからはその人はどんな人にも感謝の気持ちを持っている人なのかっていうことをちゃんと見極めて、感謝の気持ちのない人にはどんな人であろうと優しくしなくていいですね。ちょっときつく聞こえるかもしれないですけれども、自分が傷つかないことが一番大切だと思ってください。だってあなたにはたくさんさ優しさっていうのがあるわけじゃない。そしてそんなくだらない一人の人のために善意を当たり前と思うような人のせいで、あなたが自己嫌悪になって、自己嫌悪になっている時人に優しくできないじゃないですか。そんな人と出会わなかったら、あなたもっといろんな人に優しくできたのにと思ったら、あなたがもっと優しくしないといけない人っていうのは他にいるので、ちゃんと見極めて優しくしてほしいなって、自己嫌悪にならないでほしいなって思います。そして次のコメントは、常に保身のために嘘をついて他人を悪者にして自分が有利になるように振る舞う人、自分だけが正しくて他人を常に否定する人いますね。自分を過信してるんですよね。います、います。何かのコミュニティになるとそういう人って絶対出てきて、そういう人って輪を乱すんですよ。そういう人ってすごく意固地で、耳の痛いことっていうのは絶対聞き入れることができないので、耳の痛いことを言った人を攻撃して排除をするんですよ。そういう時にその人ってね、悲劇のヒロインになったり、偽物の善意を振りかざしたり、安っぽい優しさを振りかざすことがあるので、十分注意してください。自分をね、他の人からよく思ってほしいがために、平気で嘘をついて人を蹴落とすような人って世の中に残念ながらいるので、要注意でございます。そして次のコメントは、プロデュース的に勝手に言わせていただきますと、自己紹介動画を冒頭に置いた方が分かりやすいかもしれません。そもそもあんた誰よという人に自己紹介は大切かも分かりません。ココさんのことを必要としてる人に届かせたいなら、どんな人なのか知らない人に伝える必要があるように思えます。ご自分の信じる道を行ってくださいということなんですけれども、自己紹介動画前はね入れてたんですけれども、前置き投げよと怒られたので、なんとか短い自己紹介ないかなということで、当時はもうすぐ50の元男子絵描きのココですっていう風になったんですよ。短い中に私が全部閉じ込められてるじゃないですか。ヴィンテージ世代で元男子で絵描きでみたいな感じで、なかなかねそういう言葉って作るのって難しいですよね。何かもし動画の冒頭で最適な自己紹介動画があったら、ぜひコメントで教えてください。次のコメントは、思い込みとか偏見とかが強すぎる人で、自分の偏見で見て人をジャッジする人、普通はこうでしょ、そういうことは常識でしょと言って自分の価値観を人に押し付ける人、フォローすると言っときながら、めんどくさいことは人に押し付ける上司、どうでもいいことだけフォローしてくれるということで、最悪な上司ですね、この上司。思い込みとか偏見とかが強すぎる人が、なんか一つの組織っていうか、何かみんなでこう一つのことをやっていこうっていう中に一人いると破壊される場合があるんですよ。だからすごいパワーを持ってるの、この偏見っていうのは。だからこの後にもつながるでしょ。自分の偏見がもういかにも正義で、それが正しいと思ってるから、自分の発することは全部正しいと思ってるんですよ。だから私の言うことは常識でしょっていう、全然非常識なのにそれ常識と思い込んでるんですよ。もっと言えば、あなたの常識はみんなの常識じゃないからっていう感じ、うん、だから常識よりも良識を大切にしてほしいってその人に言いたいね。自分の価値観を押し付ける人っていうのはもうちょっと近づけたくないですよね。い、そして次のコメントが、頭を下げる道を知らない、人を褒める立てることができない、感謝ができない、相手の時間を奪っている意識がない、かっこ遅刻やドタキャンなど、何でも人からタダでもらおう、やってもらおうとする、かっこたかり精神旺盛、やってもらってもそれに対してのお礼もない、かっこ閉じる、思いやりがない、言葉や所作が汚い、人に恥をかかせて平気、相手によって態度を変える風見鶏、かっこ自分に利があるときはするより、メリットがないと引き潮のように引いていく、かっこ閉じる、会話に必ず自慢が入るか体調不良自慢が入る、逆に全く自慢とかでもない話題について、あれ自慢してるよねとひねくれた捉え方しかないもの、かっこ閉じる、妬みそねみ、かっこ心根が貧しい、人を下げることで己を高めに置きたがるって、なんだかんだで顔つきに出ると思います。
一気にこんだけ思いつく私も大概ですね。苦笑い、いえいえ、すごいありがたいコメント。でもすっごいドンピシャリな感じがします。私全部共感しました。謝れない、頭を下げないっていう人って世の中でもいますよね。あと感謝とかありがとうが言えない人も人間として終わってます。人の時間を奪う人もタダでもらおうとする人も、いやーい、ちょっとこれね、今画面にも貼らせてもらったんですけれども、皆さんこれすごいですね。このコメント、このコメントはすごいです。何度も読みたくなるコメントです。ありがとうございます。まさしく今の上司です。休みだと嬉しいくらい大嫌いです。自分に甘く他人に嫌味ばかり言います。最近は私も思ったことは言います。ココさんのおかげです。いえいえ、やっぱりね、言いたいこと言っていかないと嫌味な上司は困りますよね。嫌いな人は意地悪な人ですね。それと頭の悪い人も嫌いです。自分のことしか考えなくて自分の権利ばかり主張してくる人、自己中心的というより愚かというか、自分が世界一正しいと根っから信じてる人嫌いですね。あとズーズーしく厚かましい人も嫌です。下品な人も嫌いです。日本語のおかしい人も聞いていて不愉快になるので話をしてほしくないが、そんな人に限って話しかけてくる。依存心が高すぎる人、不潔な人も耐えられません。人をじろじろ見る人も怖いし嫌いです。嘘つきな人も無理です。へいずるい、へきずるい、なんて言うんでしょうか。かっこずる賢い最上級、へえ、初めて聞きました。インチキ野郎な人も嫌いです。サボりをごまかすために仕事をしてるふりとか意味が分かりません、というコメントをいただきました。頭の悪い良いはね、まあそれぞれなんですけれども、自分のことしかね考えられなくて自分の権利ばかり主張してくるのは困りますよね。次のコメントは、細かいことは挙げるとキリがないですが、大まかに言うと想像力に欠ける人ですかね。思いやり、人の気持ちを考えることも想像力の一種ですよね。その上で人を活かせる行動ができたり、不愉快にさせる発言を控えられたり、自己中心的な考えや行動を止めることができると思うんです。そうですね、まさしくそうですね。やっぱり想像力って何よりも大切だと思うんですよ。だから子供の頃に親が一番子供に身につけさせないといけないのは、お金の勉強と想像力だと思うんですよ。だって想像力があれば何でもできるっていうふうに私は思うんですよ。やっぱり想像力って全てに結びつくなっていうのは、このコメントを読んでもすごく共感できました。もうすごくコメントに共感できました。素敵なコメントありがとうございます。次のコメントは、言ってはいけないことを平気で人に言いふらしたり、人が困っているのを見るのが好きという人。もう性格悪い。人が困っているのを見るのが好きなんて性格悪いです。きっとこういう人は人の幸せを祝えない人ですね。次のコメントは、私の嫌いな人は自分の彼氏でもないのに、その男の人の話を他の女の子の前ですると怒る人。人が話しているのにスマホをいじいじして空返事する人。自分の言うことが正しいからと押し付けてくる人。これいろんなコメントにありますよね。自分の意見がもう 100% 正しいと思って自分の意見を押し付けるっていう人、これだけ多いということは本当にこういう人世の中に多いっていうことなんでしょうね。次のコメントは、コメントすべて見ましたが、要約すると自己愛性人格障害ということになりますね。そうかもしれないですね。自己愛と自己肯定って違いますもんね。次のコメントは、小学生でも言わないような下手な嘘を自信満々にバレないと思って言ってくる人、しかもその嘘でマウントを取ってくる人、かっこ実はと。へえ、こんな人が。小学生でも言わないような下手な嘘っていうのがどんな嘘なのかが気になりますので、これをもし聞いてたらコメントにその方がどんな感じだったのか、より詳しく書いていただけたら視聴者様が喜びますので、ぜひコメントをお願いいたします。長くなっても大丈夫です。読ませていただきたいと思います。次のコメント、ココさん面白すぎ、嫌な人吹っ飛んじゃいました。あら、吹っ飛んじゃった感じですか。次のコメントは、過去の武勇伝を語る人、高圧的な人、嫌ですね、こういう人もね。次のコメントは、マニュピュレーターです。その人は某宗教の信者ですが、弱い者いじめ、上役にはヘコヘコ、弱い者には話もしない卑劣な手段を使います、ということで、それはマニュピュレーターというよりも、ただ単に本当の腹黒の意地悪の人間ですね。どんな宗教かはわからないけれども、結局そういう人がいる宗教っていうのは大した宗教ではありませんね。多分カルト的な感じじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか。
次のコメントは嘘つきな人、そして次のコメントはムスッとしていて不機嫌な人、そして次のコメントは言動に一貫性がない人、ジュリアナ東京懐かしいですといただきました。動画のオープニングでジュリアナをしてしまいまして、行ったこともないのにやってしまいまして、ありがとうございます。一貫性のない人もダメですね。うん、やってることと言ってること全然違うよっていう人も困りますもんね。そして嘘つきな人はもう絶対ダメです。もう絶対付き合ってはいけない人です。嘘つきは絶対ダメです。絶対の絶対にダメです。嘘つきだけはもう、嘘つきだけはもう絶対、嘘つきだけ絶対ダメです。ちょっとねもうね長くなってきて壊れかけておりますが、続きをいきたいと思います。聞き流しとはいえ長すぎるでしょうか、大丈夫でしょうか。私の仕事を自分の手柄だと風潮したり、こちらが話した内容を自分の経験談として話す人、仲間外れをする人、またそれらをまるっと信じて追随する取り巻きということでね。まあね、価値のない人には価値のない取り巻きがおりますので放っておきましょう。嘘をついてさ、自分の経験談として話してそれをまるっと信じるということは、その信じる方たちもちゃんとした目を持ってないので、もうあなたはそっと離れてください。次のコメント、相手によって態度を変える人、喋っていて嫌な気分になる人とは喋りたくなくなりますよねということなんですけれども、これ多いですよね。本当に人によってコロコロ態度を変える人って本当にいっぱい書かれてますよね。次のコメントは男尊女卑なやつといただきました。もうそうですね、いますね今の時代でも。うん、います、います。次のコメントは小判ザマみたいな女めっちゃ大嫌い、どんなんでしょうか、何か経験談あるんでしょうか。よかったらこれ聞いてたら、よかったらどんな人が小判ザマですか、または小判ザマみたいな人に出会ったことがあるっていう方もぜひコメント残してください。次のコメントは自分の価値に合わなかったらイチャモンつけるやから、そういう人はイエスマンが欲しいんですよね。こう意見を求めてるふりしてそうそうって言ってくれる人が欲しい感じの人ですよね。だから自分の価値観に合わないとかじゃなくて、自分もうどうしようもない人です。次のコメントは自分は間違ってないと言って仲間の忠告も聞き入れず、好き勝手行動をし周りに迷惑をかける人、正論だからとズバズバ発言して平気で相手を傷つける人、ミスをしても口先だけ軽く謝って本当に悪いと思ってない人って書いてるんですけれども、多いんですよ。正論だからズバズバ言っていいと思ってる人は世の中に結構多いです。さっきの意見で本当は間違ってるのに自分の価値観が絶対正しいと思って自分の意見をぶつけてくる人ってあるじゃないですか。そうじゃなくて誰が聞いてもその意見は正しいと、例えば遅刻はいけないよとかさ、遅刻がダメだっていうことは誰が聞いても正しいじゃないですか。でもみんながいる前でなんで遅刻したんだとか、遅刻は良くないだろうとかいう感じで、例えば誰かが誰かを責めたとします。私会社勤めしたことないのに、そのシチュエーションがあるかどうかはわからないんですけども、あったとします。でもそんなことを人前で叱るべきではないし、遅刻がダメだっていう正論はわかるし、言ってることは 100% 正しいけれども、それによって誰かを傷つけていいことにはならないでしょっていう思うことが私あるんですよ。私が昔ギャラリーで個展をしてた時に、そのギャラリーのボスがアルバイトの人にすごくひどいような言い方をしてたんですよ。言ってることは合ってました。そういう絵の持ち方したら絵が傷つくでしょ、作家さんが一生懸命描いたものなんだからちゃんと持ってとか言ってることわかるよ。作家がちゃんと描いたものだしちゃんと丁寧に扱おうねっていうのはわかるけれども、入ったばかりのアルバイトなんだったら丁寧に教えてあげた方が良くないと思って、そして私もいるし私のスタッフもいるし他の人もいる前でどんどんそれに対してすごいこう罵声のような注意が入ったんですね。そこで私ちょっと我慢ができなくなって、ちょっといいですかって言ってその方をバックヤードまで呼んで、ちょっとその方に注意させてもらったんですね。あなたの言ってることは正しいと、間違ってないって、何にも間違ってないけれども、みんながいる前で彼女を叱ったり怒ったりして彼女のプライドはどうなるんですかって、そういうことってバックヤードでやってもらっていいですかって、あなたの価値も下げてることになるんですよって、彼女が何も知らないということは彼女にちゃんと教えられてないっていうあなたの監督責任にもなるんですよって、いくら正論でもいくら間違ってなくても言い方とか言っていい場所とか TPO をわきまえてくださいって、ちょっと呼び出して言ったことがあるんですね。作家の私がギャラリーの人をバックヤードに呼び出したのでちょっとびっくりしてらっしゃったんですけれども、みんなの前で言うのも違うかなと思ったので私はちょっと呼び出して言わせていただいたんですけれども、こういう人ってね意外に多いんですよ。
ちょっと長くなってきたんですけれども、続きのコメントいきたいと思います。人の努力や思いを汲み取れない人、汲み取れないだけならまだしも、人を偽善者扱いしたり攻撃的な言葉を使う人、私は義母、義理の母を介護しています。一日中義母に縛られ、心も体も壊れそうです。義母には人に感謝するという気持ちがありません。旦那さんに相談しても、母さんからありがとうと言われれば満足？あなたがいないと生きられないわ、と母から頭を下げられなければ、優しくできないってこと？それって本当に優しいって言うの？と言われました。自分のお母さんである義母の介護を一日中押し付け、仕事と帰りも遅く、義母と過ごす時間など毎日10分程度の旦那にそんなこと言われるのは心外です。人として人をいたわれない人は好きになれませんって言いながらも、あなたは頑張って介護してるんですか？もう素晴らしい人。そして義理のお母さん、これはダメ。この親にしてこの子ありって思うのは私だけでしょうか？旦那様ももっと奥さんに寄り添ってあげないとダメじゃないでしょうか？あなたの稼ぎで介護士雇ってあげて、全部奥さんに押し付けないでって私も思いました。腹が立つ、こういうの読むと。あなたは離婚できないですか？これだけ介護できるんだったらいくらでも他に仕事あると思うんですけれども、いろいろなね、夫婦の形があるので、決して私の意見をあなたに強制するつもりはありませんけれども、私がこの環境だったら私は離婚してます。こんなお礼が言えないようなお母さんと、そしてあなたがこんなに大変なのにあなたに寄り添ってくれないようなこんな旦那様で、もうなんか本当に心配になってきます。あなたの心が壊れてしまう、なんかもうなんて言っていいかわからないんですけれども、どうしてこんなに一日頑張って壊れそうなあなたにさ、お母さんから ありがとうと言われれば満足とか、こんなひどい言葉が投げかけられるんですか？あまりにもひどいと思いますね。これ私も介護をね、そこまでしたことがないので、もし介護をしたことがある経験のある方とか、あのご夫婦でね、こういうなんか似たような経験したことがある方がいたら、あのこの1081能瀬時矢さんという方のコメントがあるんですけれども、よかったら皆さんのコメント残してください。もう本当に頑張られてる、もう拍手を送りたいです。本当に拍手を送ります。なるべくあなたの心が壊れない方法を取ってほしいと思います。もうちょっと動画も長くなってるのでどんどん行きたいと思います。無神経な人、明らかに自分がされたら嫌なことを平気でする人、店員さんなどに偉そうな人、男性が女性を見下してる人、人の励ましを素直に受け入れられずに卑屈な人、自分不幸自慢をする悲劇のヒロインな人、自分の意思ばかり貫く人、私もここにある人全部嫌いです。全てに共感できます。アミテラスさん、素敵なコメントありがとう。もし近くにこの人がいたとしたら、私だったらもう速攻で、もう秒速で逃げます。次のコメント、不潔で自分勝手で人の話を聞かない人。これ私ちょっとね、独断と偏見かもしれないんですけれども、これも逆かなと思うんですよ。人の話を聞かない、自分勝手だから不潔なんじゃないのかなって、または自分が不潔だっていうことに気がついて、まあね、不潔っていうのも人それぞれあるので、どこまで許容できるかですよね。皆さんはどこまで人の不潔許容できますかね。不潔って難しいわね。でもね、本当に。そして次のコメントは、ココさんはじめまして、初コメ失礼します。項目とそれに対しての細かいこと書いてくれてるので、細かいことはちょっと画面に貼り付けたいと思います。1、自分の考えを押し付けてくる人。2、表裏のある人。3、あなたのためを思ってるのよと押し付けがましい言い方をする人。4、声の大きい人、デリカシーのかけら。5、自分のことばかり話す人。私が、俺がの人。1から5は、本人は自覚しておらず、自身が周りの人および私を嫌な気分にさせていることに気がついていないのですと書かれています。さっきも言ったんですけれども、やっぱり人間表裏ってあるので、どういう表と裏なのかということをある程度ね、あの見極めてからお付き合いした方がいいですよね。声の大きいっていうのは、私大丈夫でしょうか？結構声大きいですので、私は大丈夫でしょうか？デリカシーありますでしょうか？そして自分のこと、結構私動画で話してますけど、動画の場合別ですよね。大丈夫ですよね。ありがとうございます。そして次も画面に貼りたいと思います。1、女を見下しては傷つける、裏切ることなど。2、顔、
実名、住所がバレないからといって SNS で反論のみ嘘つきの誹謗中傷の文章を生きがいに活字を書いている人間。3、男尊女卑、亭主関白、思考を持つこと当たり前の分かりやすすぎるガチガチの昭和感覚の男性ということです。いろいろなところでこの男尊女卑っていうコメントを見かけるので、この日本にもね、まだまだ男尊女卑があるのかなって。絵描きの世界にも女流画家っていうような言葉がね、未だに普通に使われてるんですよ。世界広しといえども女流という言葉って多分この日本だけなんじゃないのかなと思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。次のコメント、人が傷つくことを平気で言う人、気分がコロコロ変わる人、もう私もダメです。デリカシーない人嫌ですよね。人が傷つくことを簡単に言う人、うん、気分コロコロ変わる人はどうやって付き合ったらいいかわからなくなるので、もう付き合わないでください。どんどん行きます。次のコメント、マウントを取る人。次のコメント、だらだら同じことをずっと説教する人。説教は嫌ですよね。次のコメント、いくら説明しても気持ちを伝えても理解してくれない人が嫌いです。そして否定ばかりしてくる人が嫌いです。もうね、いくら伝えてもね、伝わらない人はもう伝えなくていいです。はい、絶対伝わらないです、そんな人。次のコメント、圧倒的に女性に多いんだけど、私ってかわいそうでしょ、ちらっとこっちを見てくるやつ、もう生理的にダメ、あまりにもダメすぎて過去に友人カップルに本音ぶつけちゃったら結果的に別れさせたということになったらしい、という前科があるくらいもダメ。次のコメント、女子トイレ、ロッカーなど偉い人がいないところで複数で一人をボコる、私が住んでいる町、物、好みを笑いながらけなす、自慢が嫌みすぎ、私の立場ではできないようなことを強烈に押し付けてきて能力ないねとのたまう。すいません、ほとんどうちの会社の実在の人物、また思い出したら書かせていただきます。ジュリアナ最高ということで、大丈夫ですかこんな会社。本当にもう心を壊されないことを切に願っております。次のコメント、浮気をして私と子供の人生を壊した夫。もう嫌いとかのレベルじゃないですねこれはね。夫って書いてることはまだ別れてらっしゃらないっていうことを許したっていうことなのかしら。もう私だったらちょっとこういう人っていうのはもう即離婚っていう感じなんですけれども、まあね、ご夫婦にはいろいろな形があるんですけれども、人が人の人生を壊すっていうのは私は絶対許せないです。次のコメント、上げ足を取る人、持ち物とか真似する人、自分を自慢する人、高飛車な人、マウントを取る人、短気な人。私も短気な人嫌いです。次のコメント、意地悪な人、人を無視する人、人に損させる人、自分の時間やお金、エネルギーを奪う人。もう無視する人はこちらから無視しましょう。次のコメント、マキシマイザー会、何でしょうか。マウントを取る人、足を引っ張る人、嫌がらせする人、いじめる人、サイコパス、ソシオパス、半グレ、チンピラこれ私も嫌いです全部。はい、次のコメント、管理職でありながら現場管理ができていない上司、管理ができていないから現場は問題だらけ、お気に入りの社員の話は鵜呑みにする、なのでお気に入りは仕事せず他人に仕事をやらせる、お気に入り以外は挨拶すらしない、現場を動きやすく改善案をすると提案したもの全てが責任を負う仕組みで新人にも負わせる、離職者が毎月1名から2名、新人社員は3ヶ月に1名あるかないか、だが管理職は自分の責任ではなく現場が悪いと責め続けていた、なので私も辞めました。辞めて正解これちょっと前に動画に出した独社長独上司の動画にもね、結構この話してるので、よかったらそちらの動画もご覧ください。もし辞めてなかったらすぐ辞めてって言おうと思ったんですけど、もう辞めてしまってるそうで安心しました。次のコメント、安価な商品を売ってる店や飲食店でお金を払ってこっちは客だというような態度の人、感謝の気持ちがない人。2、親切を受けてありがとうと言わない人、私もたまに感謝の言葉を言い忘れて反省することがあります。3、順番待ちをしてるのに割り込んでくる人。4、お医者さんでやたらと慣れ慣れしい口調の人、タメ口で話してくる人、わしゃ連れかってなりますということです。でもお医者さんからしたらきっと緊張をほぐそうかなと思ってやってくれてるのかなとも思うんですけれども、よかったら皆さんのコメントもお聞かせください。
次のコメント、自信過剰で自分の自慢話、身内の自慢話をしてきて自分よりも弱い立場の人を見下してバカにする人、誰でもそうですよね、と相手がノーと言うてるのに無理言うて自分の我を是が非にでも言おうとして通そうとしてくる人、すいません急に関西弁になりました。言うてる人ってこうね、こうフレーズがあったので急に関西弁のスイッチが入ります。自分の話を聞かない人、見て見ぬふりして困ってる人を見過ごす人、挨拶ができない、ありがとう、ごめんなさい、お願いしますが言えない人、自分が上だからと上から目線でマウントを取る人、自分の自慢話ばかりする人、外見や髪型、服装を悪く言う人、どこでも声が大きいなどマナーやモラルのない人、タバコの吸い殻やゴミ、唾を平気で道端に吐き捨てる人、今思い浮かぶのはこういった人たちです。こういった人たちがいるから自分を気をつけなきゃと、人の振り見て我が振り直そうと気づかされます。ココさんのように笑顔を振りまいてくれる人が近くにいたら、きっと毎日が楽しいだろうなと思います、ということなんですけれども、あのね、ヴィンテージ世代の人にね、耳が痛いと思いますけれどもね、年を取るとね、羞恥心がなくなる人がいるんですよ。私も声は大きい方ですけれども、電車とかですごい大きい声で喋る人いるでしょ。え、なんてちゃうねん、もうこの前ちゃうって言うてんけどな、おー、あかんやろそれは、みたいな感じで、すごくこう、別に大阪弁、私大阪に住んでるので今大阪弁で喋ったんですけれども、これって大阪だけじゃなくて全国的にいるんじゃないでしょうか。電車で大きい声で喋るおばさん、うん、もうね、自分もね、そういう年代なので、いつまでもやっぱり羞恥心を持って人前でのマナーとかね、大声で話さないという日本のね、いいところはやっぱり守っていきたいなと思います。そして次のコメント、マウントをする人、シカトする人、勝手に指示する人、仲間を作って仲間外れにする、趣味特技がいじめ、嫌味、悪口、裏表がある、真面目に仕事をしている人の前で騒ぐ、店員に横柄な態度、公共の場でうるさい、支離滅裂にすぐ怒鳴る、約束破る、仕事とプライベートを分けない、常に愚痴っていて機嫌が悪い、傷つけることをわざと言う、などキリがないです。そもそも人間嫌いだった。いえいえ、あなたが多分人間嫌いになったのはこういう人に出会いすぎたからだと思うんですよ。決してこういう人ばっかりじゃないので、あなたが人間を好きになれるような、そういう人に出会ってくれたらいいなって心から思います。公共の場でうるさいってたくさんの人が書いてるので、やっぱりヴィンテージ世代、羞恥心が大切になってくると思いますけれども、いかがでしょうか。次のコメント、人を騙してお金を返さなかったり平気で裏切る人、アンチ、自慢が多い人、誰かと比べたがるような人が嫌いです、ということで、私もこんな人嫌いです。次のコメント、人の真似をしてくる人、持ち物やネイルなど、嘘をつく人、悪口を言う人、役職や権力を利用する人、自分ができているのに人のことになるとすごく立派なことを偉そうに言う人、上目線、失敗しても謝らない人、ということなんですけれども、さっきもなんか真似をする人嫌です、持ち物やネイルってあるんですけれども、まあ会社とか狭いところだと嫌かもしれないですね。私みたいな動画を配信してて、これ真似しましたって私が言われたら嬉しい方なので、これはね、こう動画と会社と組織とかとちょっと一概には言えないんですけれども、結構多いですよね。次のコメント、感謝の気持ちと謙虚な心を兼ね備えてない同じ会社の女、あれはやばいです、といただきました。次のコメント、嘘つく人、上司の前で態度を変える人、時間にルーズな人、幼稚な人、すぐ怒鳴る人、自己中な人、私もこういう人苦手です。次のコメント、仕事中周りに指示して自分は動かない人、他人の幸せ成功を妬む人、頑張ってる人に嫌味を言う人、もう最低ですね。はい、ふみさん、私この3つ全部共感いたします。仕事中に自分が指示してるのに自分が動かない、てめえ何様だよって言いたいですよね。そして他人の幸せとかね、輝いてる人を妬むって、芸能人の人大変だなと思うんですよ。よく妬まれてね、こういう妬む人って自分何も頑張ってないのに妬みばっかりの人が多いんですよね。人を妬む暇があったら自分が頑張ったらいいのにって思います。そして頑張ってる人に嫌味を言うっていうのも最低だと思います。次のコメント、自分中心に考えて相手のことを考えない人、もちろんですよね。はい、次のコメント、ありがとうとか感謝の気持ちが言えない人、挨拶ができない人、暇さえあれば人と戯れて文句や人の悪口を言う人、優しさがない人、もうこれ基本の基本の基本のキーですよね。
次のコメント、声が大きい人、ルールを守らない人、この声が大きいっていうのはこう動画とかじゃなくて人が多いところでっていうことにしておきます。きっとそうだと思います。そう思わせてください。次のコメント、すごく世話になってる人のことを陰で文句を言う人、ありがとうを求めてくる人、感謝しない人、愚痴ばかり吐く人、もうもちろんですよね。次のコメント、短気な人、金額で価値を決める人、ココ先生めっちゃ可愛い、ありがとうございます。次のコメント、傲慢で卑劣で嘘つきな人、この3拍子揃ってたら離れます。離れた方がいいです。この3拍子揃ったら離れた方がいいです。次のコメント、職場にいる人ですが表情は笑顔で、ちょっとでも気に入らないことがあったら威圧的に言ってくるし、陰口を人前で平気で言ってくるスキンヘッドの人が大嫌いで、これ具体的な多分誰かなんでしょうね、きっとね。それから次のコメント、女性で男性に媚びる人、明らかに声色も話し方も変わる。そして具体的に書いてるんですけれどもね、これ書きかっこもつけて具体的に書いてくれてるので、よかったらお読みください。さっきもありましたけれども、多分これね、実害があったんでしょうね。こういう経験で何か傷ついた経験があるっていうことなんでしょうね。でも人によって態度を変えるっていうのはやっぱ信頼できないですよね。次のコメント、人に厳しく自分に甘い人、言ってることとやってることが違う、マウント取ってくる人、自慢しか脳がない人、否定しかない人、執着する人、人の気持ちが理解できない人、自分の考えや価値観が 100% 正しいと思ってる人、いろいろな価値観があることを理解できない人、うちはうち、よそはよそと理解できない人、幼稚な行動する人、無視したりする人、すごく共感できるところが多いコメントでした。次のコメント、約束を守らない人。次のコメント、仲間外れをしたがるやつ、やつら。次のコメント、話が尻滅裂な人、私大丈夫でしょうか。自分も嫌な人の愚痴を言わないとやってられないところもあるのですが、陰口悪口を見下す人、人によって態度を変える人ですね。異性に対して優しいのに同性には厳しく冷たいとか、若いうちは否定できないところもありますが、容姿で人を判断する人もです。美人は私も好きですが、リアルに接するのは外見とか老若男女関係なく優しく誠実に接するべきです。言うのは簡単でも日頃実行するのは難しいですね。いえいえ、自分がねやりたいと思ったらねできると思うので、やっぱりこう性別によって態度を変えるって結構多いですね。私もさっきも言ったんですけれども、男性も性的対象じゃなかったら急にね、だからおばさんとか元男性とか太ってるとか顔がタイプじゃないとか、そういうことで態度を変える男の人って結構多いので、男性視聴者が少ないチャンネルではあるんですけれども、こういう男の人は何歳になってもいるので、もう離れましょう。次のコメント、意地が腐っている、年だけ取って中身のない女性、口を開けば悪口、次の瞬間には徒党を組む、つるまなければ何もできない女。自信がない人とか自己肯定感低い人って何とかつるんで誰かを攻撃するんですよね。一人で攻撃できないんですよね。次のコメント、人を見て態度を変える人、男性には声が高くなる人、本当に多いですね、やっぱり。次のコメント、隠し事の多い人、嘘をつく人、プライドが高くて実力の伴わない人、ひねくれてる人かなといただきました。次のコメント、気に入らないことがあると無視したり取り巻きを作って疎外感を作ろうとする人。次のコメント、私が嫌な人はしつこい人、すぐ拗ねる人、思い込みをすぐ口にする人。次のコメント、上げ足を取る人、嫌味を言う人、マウントを取る人、意地悪い人、気分を害する行動言動をする人。次のコメント、自己中の人、思いやりがなく平気で後先考えずに言う人、優柔不断で仲良しのふりをして平気で裏切る人です。平気で人裏切る人いますよね。人間じゃないです、そういう人。次のコメント、勝手に勘違いをして勝手に怒って、そしてこちらの話に全く聞く耳を持たない人。嘘をついて人を陥れて周囲の人間にも吹き込んで自分の味方に引き込む人。歪んだ正義感を押し付けてくる人。コメントをしている私自身がまだまだ未熟な人間なのに偉そうなことを言って申し訳ございません。ココさん、いつもありがとうございます。いえいえ、こうやってね、私まだまだ未熟なんで、私も自分でそう思ってる方なので、そうすらも思えない人っているじゃないですか。傲慢に、もう自分が一番正しいって。だからこういうふうに思ってるっていうことは大丈夫です。もう私たち一緒に成長してまいりましょう。次のコメント、人の話最後まで聞かないで食い気味に話してくる人。
そして次のコメントは、外見やどうしてもできないことを非難して圧をかけてくる方、思う通りにならないと実現するまで食い込む方苦手ですということでね、もう自分の思い通りになるまでしつこくね追求してくる人いますよね。人間的に問題があると思います。次のコメントは、介護の仕事をしていますが、上司現場の意見は一回否定して、結局現場の意見が正しかったら自分が気づいたみたいに指示する、びっくりしますよということで、ちょっと人間的にね、卑怯な感じの人ですよね。気をつけてください。次のコメント、偉くないのに偉そうに命令する人、優しくない人。もうね、これはね、基本の基本の基本の木です、優しさは。はい、次のコメント、自分さえ良ければそれっきりで利己主義な人、利他の心を持てない人。もう分かります。ぶら下がりのコメントもいっぱい入っているぐらい共感度の高いコメントです。次のコメントは、自分に甘く、自分がやることは全て肯定して、他人がやることなすこと全てが気に入らない厳しいやつ。自分に甘くて人に厳しいような、そんな感じの稚拙な人ですね。次のコメント、自分がやられて嫌だったこと、言われて嫌だったこと、何もしていない人にずっとぶつけてくる人。人が成功して手に入れたもの、資格、進学、お金や仲の良い人を自分のものとマウントを取る人。何もしていないのに最初から叱りつけるような態度でマウントを取って、自分が上、相手が下とずっと言い聞かせてくる人。これらの嫌がらせを指摘したり、目上の人に相談して問い詰めたら、自分は何もしていない、悪いのは問い合わせた相手の方、かっこ自分がいじめた方、あの人は気がおかしいから病院に行った方がいいと勧めてくる人。なんて人でしょう。こんな人いるんですか。最悪ですね。そして次のコメントは、お顔でまた遊ばれてる動画のね、最後にスタッフがね、一時停止して、私の白目のところを一時停止してね。私の嫌いな人は、口が悪い人、意地悪な人、ネガティブなことばかり言う人、大きな声の人、人を羨ましがる人ということです。やっぱり私も人を羨む人は苦手かな、嫌いですね。あと口の悪い人も、そして声の大きい人は、さっきも言ったように、何歳になっても羞恥心は大切にしたいですよね。次のコメント、ココさんのことを元畳職人ですかと嫌がらせ質問をするやつ嫌いですと、私の代弁をしていただいて、いろいろ言われますよ最近。元水泳選手だったんですかとか、勝手に言いやがれ的な感じになっております。次のコメント、簡単に人を裏切る人、嘘をつく人ですかね。裏切る人は嘘をつく人っていうことになりますよね、これね。本当にね、やっぱりね、人を裏切る人っていうのはね、嘘多いです。はい、私の経験からしても。はい、次のコメントは、多数で攻撃しながらマウントのヘドロと、ずっと人の悪口を聞かせる人、仕事をサボる人、自分の時間に家族を従わせる人、気を使いすぎてみんなが疲れるということでね。でもそういう人って多分ね、気を使われてることをね、気がついてないんですよね。鈍感だから。聞きたくもないのに悪口を聞かされる方のストレスも考えてもらいたいですよね。ここチャンネルということで、ちょっとね、抜粋になったので、すべてはご紹介はできませんでした。そしてぶら下がりもなかなか見ることはできませんでしたけれども、できるだけ多く紹介したいということで、とんでもない時間になりましたけれども、ラジオだったので、きっと聞き流して聞いてくださった方もいると思います。最後まで聞いてくれたそこのあなたに心から感謝したいと思います。これだけのコメントが集まったということは、やっぱりね、私もちょっとね、自分に言い聞かせていこうと。こういう人はやっぱり嫌われるし、こういう人っていうのは迷惑かけるんだなっていうことをね、やっぱり自分にも言い聞かせていこうかなと思いました。日本人ってでもね、人の迷惑を考えすぎて萎縮するっていうところもあるんですけれども、何でも血圧と同じで、人に迷惑をかけすぎるのもいけないし、あまり気を使いすぎるのも問題ですけれども、今日のコメントを読んでたら、嫌いな人というよりも、この行動は誰かが傷ついてるんだよと、誰かの心の負担になってるんだよっていうことをすごく感じました。
中でも態度をコロコロ変える人とか、男女によって態度を変える人とか、嘘をつく人とか、いくつか本当に共通してあるところがあると思うので、多くの人が共通して挙げられている点っていうのは、やっぱり私たち何歳になっても気にしていかないといけないなと思いました。私自身もより良い自分になるために、今一度このコメントをしっかり読んで、これからの動画とかこれからのプライベートに生かしていきたいなと思いました。素晴らしいコメントを書いてくださったそこの皆さん、本当にありがとうございました。これからちょっとこんな感じで質問形式を立て続けにショートで出すかもしれません。よかったらコメント残してください。こんな感じでまたラジオでまとめてみたいと思います。最後までご覧いただいて、というか最後までお聞きいただいていかがだったでしょうか。画面にはファーストチャンネルのメイキングなんかもちょこちょこ流れたと思うので、じっくり見てみたいという方はぜひファーストチャンネルの方も応援よろしくお願いします。この動画もうとんでもない地獄の長さになったんですけれども、ちょっとでもいいなと思うとこがあったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただいてありがとうございました。皆さんどうぞ心お元気でいらしてください。